短パンのズボンのチェック開いてたんだけど。やめてよ。開けました。はい。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はママとお買い物に来ました。イエーイ。今回はいつものまあデートみたいなのとは違いまして、私のお給料でちょっと欲しいもの買おうかなと思います。初給料初購入でございます。でまあ、ちょっとお目当てがありまして GU のバッグが欲しくてですね、そちらを買おうかなと思います。じゃあ行きましょう、レッツゴー。あーじゃあ待った、あーじゃあ、はい、早くない早くないあーじゃあこれが欲しいの、これが欲しいの。ちょっともうつけてみて。あるよ、うん、白がいい、うん、あこういう感じなんだ、うん、あいいじゃんいいじゃん。これ何、これがずっと欲しかったの、うん、これ買うの、みんなこれ買うの、うん、初給料これですか。初給料これ1990円、意外に安いでしょ、はい、バッグにしては安くない、うん、超欲しかった、買いちゃいます。はい、あグレーもあるんだよ、グレーも。あ、本当だ、あこれがそうなんだ。でも白が一番可愛いかもしれない。あ白いいね、うん、本当だ、グレーもある、かわいいね。ちっちゃい子のパジャマだ。ちっちゃい子のだった？間違えた。はい、だからあれです、バッグは、うん、あの今日はもう財布そのまま直で持ってきてるんで、うん、あのタグだけ切ってもらって、うん、そのまま私使います。この後使います。はい、はい、じゃあレジ行ってきます。ん？シリコンポーチ。あ、かわいい。海かまたんやんけ。え、すごいかわいいね。え、黒蜜屋しか出ないじゃん。えぐ。え、弁当箱かわち、えぐ。はい、バッグ買って、じゃん。中身も入れて使ってます。どうですか、いい感じ。いい感じ、いい感じ。じゃちょっと遠くから撮ってみて。いいね。どうだ、どれぐらい入るの。ここにちっちゃいポケットがあって、他ポケないんだけど、うん、鬼でかいから、うん、教科書も筆箱も入る大きさです、うん、ママのバッグに入れてたやつをここに入れたんでしょ。はい、適当に。ここにあんだちっちゃいのね。そう、あいいじゃんって感じです。うん、結構いいね。見た目によらず入れるでしょ。結構入るねって感じです。はい、じゃあ他も見ます。目当てはこれを買いに来たんですけど、他も見ます。はい、浴衣見ちゃうよね。うん、この白って可愛いよね。白、あ、可愛い。白めっちゃ魅力的。確かにめっちゃ可愛い。これバッグ買ったところで申し訳ないけど可愛いよね、これ形。本当だ、可愛くない。本当だ。でも私こんぐらいのね、気持ちがこう苦手なんだよね。ハイカットが欲しいんでしょ、最近。ハイカット、厚底じゃないハイカットが欲しい。うんうん、普通のね。いや、普通のが欲しい。今ね、まあ見て、これめっちゃ可愛くない、これ、ビヨーンってやつ。そう、どう思う。でもこれつけて一回動画顔出しするみたいや、顔は出さないけども。じゃあこれ可愛くない、すごい。可愛い、めっちゃ可愛いよね。買っちゃおうかな。いいんじゃない、いいかな、買っていいかな、パパ。今パパに決めてたんですか。いや、だから可愛くない、買ってあげる。なんでいいよ、だから、うん、給料が入ったから。いいよ、お金なくなっちゃうよ。ゆうくん、そういうのじゃないの。泣いてもいいですか。泣かないでください。泣かないでください。泣いてもいいですか。初給料でママにプレゼント、初めての。泣いてもいいですか。ちょっと買ってきますので。本当に本当に本当に言ってるから。行ってもじゃあ、まあ、これ待ってて。じゃあ。ありがとう。うん、はい。嬉しい。どうじゃ。いや、本当に。本当。ありがとう。泣くよ。嬉しくて。なんでよ。初給料の初お買い物です。やい、私が稼いだやつです。初給料でもらいました。じゃあもう速攻つけよう。はい、楽しみ。やったありがとね。いいえ、いいえ。ティアスつけました。かわいい。最高にかわいいんだけど。
明日会社につけてみんなに自慢するんでしょ。そう、あの赤ちゃんが映って、そう、うちの赤ちゃんが出てる、なんかよくわかんないね、うちの赤ちゃんとかめっちゃ言うの。だからたまにその会社の前とかママと交代して知り合いに会うわけじゃん、うん、ちょっと、大きいのねいや15歳だもん。そう、でもちゃんと言ってるよ、高校生だよって。そう、だけど赤ちゃんって言ってるから泣いて、いいな、ありがとね、いいえ、え、かわいい犬のおもちゃだけど、ん、あ、ほんとだ、おうちめっちゃ派手な、かわいいね、かわいい、こっち、あ、かわいいメモ帳とか、ほんとだー、かわいくない、ピース、ほんとだ、かわいいね、これね、見て、これ蛍光ペンだって、かわいい、かわいいね、めっちゃかわいい、見ないと、本当だ、怖いね、職場の、うん、これ学校に持ってきたテスト中に、うん、怒られちゃって、え、すごい、可愛いの多いな、うん、可愛い、ね、あ、これプロジェクターだ、これ人気すぎてすぐなくなっちゃったやつ、うんうんうん、あ、そうなんだ、え、可愛くない、これゲーム、ゲーム、お、面白い、あのシルクさん家に、フィッシャーズのシルクさん家にあるさ、あの本物の大きさの、 ね、うん、あれ、最初キャーキャーしてるキャーキャーしてるって可愛い、これがやっぱいいだろう、これ超可愛い、あ、本当だ、あんさんでもちっちゃい時こんな大好きだったじゃん、可愛い、あ、ほんとだ、エリさんでしょ多分これ、うん、めっちゃ鬼可愛いやんけ、懐かしいね、だってスカート履いてたじゃん、こういうスカートお家で、そうそうそう、伸び伸びになってもさ、履いてた、そうそうそう、伸びのゴムが多分切れちゃったの中で、あれ、そう、そう、ここにずっと、だって毎日履いてたもん、スカートこう寄せて、こうヘアゴムでこうキュッと止めて遊んでました、履いてたね、うわ、ちょっと待って、うん、気持ち悪い、気持ち悪い、すま、あー気持ち悪い、伸びるやつこれ、めちゃめちゃ音が嫌だよ、歯が、顔がやばいやばいやばい、うわっ、なんでライトが勝手についた、まあいっか、よくない、眩しいでしょ、え、ちょうどいい感じだよ、はい、眩しはい、今日はありがとうございました、いや、こちらこそなんだかすいませんでした、本当にバッグ買えてマジでよかったです、うん、すごい、これからもちょっと毎日のように使うと思うんで、はい、まあ、もう毎日ピアスつけます、あ、ありがとうございます、本当に嬉しかったです、はい自分の給料でなんか今日いろいろ買ったけど、なんかいいね、楽しいね初めてだもんね、初めて、自分のものを買うより人に物を買った方が嬉しかった、あ、嬉しいよね、うん、確かにね、楽しかったです、ありがとうございます、こちらこそありがとうございました、はい、はい、それじゃあまたね、バイバーイ、ちょっと待って、はい、実はですね、うん、もう一個プレゼントがあるんですよ、え、何、どうぞママに、うん、ありがとう、その大したものじゃないんですけど、ちょっと開けたいんです、開けたいです、そうですか、うん、何、どうして、いや、一目惚れしちゃって、うん、うわ、使ってほしいと思って、いいですか、うん、あ、何、かわいくない、かわいい、メッカーじゃない、見て、かわいい、かわいいっしょ、うん、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いっしょ、うん、ちょっと開けていい、開けてください、ありがとう、たまたまさ、ママとスーパーで別れた時にさ、うん、見てたらさ、めちゃめちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い、これ普通に一目惚れして、うん、でもせっかくならと思って、え、あ、すごいふわふわしてる、気持ちいい、触らして、ほら、すごい、あ、可愛い、見て周りも黄色いので、ママはハンカチめちゃめちゃ大事で、はい、スマホよりも大事なんですよ、この前言ってたんですよ、ハンカチ出した時、もうスマホよりも大事って言って、そう、なんかね、ハンカチを忘れるっていうのはね、本当に無理なの、恐怖なんだよね、そう、スマホ忘れるよりも、うん、もう恐怖なの、不思議でしょこの人え、嬉しい、使ってほしいな、明日通貨を、早いな、ありがとう、あおちゃん、泣いてもいいですか、めっちゃ涙目なんですこの人、ありがとね、はい、嬉しいです、かわちい、じゃあ、はい、本当のバイバーイ。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。